皆さんこんにちは。本日、2023年10月の21日、日本人、兵庫県民、神戸市民、河合圭介です。時刻は11時37分。先に、まあ、証拠作りというわけでもないんですけども、本日、ヴィッセル神戸の試合、ヴィッセル神戸側で勝ちに行きます。ヴィッセル神戸に誤りの失点、5失点はなし。世界のルールは法律。一法律だけで物事を、判断する人間、コンピューターが一番危険。リーガルなんとかっていうソフトがあると思いますけども、まあそちらの方でも、今までどのようなことがあったかっていういきさつすべて含めてね、判断していただけたらなと思います。まあ先ほどもちょっとコンピューターの方で、サイバー攻撃を被っていて、私は被害者側です。それなりの内容のものをアップロードしようとしたときに、特に法的に、予法的なものではありません。むしろ逆ですね。世界への貢献度が大きい内容のものをアップロードしようとしていたときに、アップロードはできないような状況が作られていました。コンピューターによるサイバー攻撃でね。それいちいち日付とか押さえてね、撮影して、それでやっと正常に稼働するような形に切り替わるんですよ。そういうふうなプログラムを意図的に多分国が作ったんでしょうね。だと思いますよ。そうじゃなかったらああいうふうな事態にはならない。そしてそれはスポーツ業界との癒着の可能性があります。まあ法の下に平等ですので、コンピューターによる力の搾取っていうものがずっと行われてきていた以上を、顔含めてですよ。だから僕はまあたまに YouTube でアップロードしてる内容で言ってますけども。まあ、スポーツの勝ち負けでね、自分の顔を使ってる時もありますけども、それだけじゃないですよ。他の要因もいろいろありますから、勝とうと思ったら。家で寝転んで iPad を見たりしただけで、顔変えられたりしてるでしょ、皆さん。僕だけじゃないでしょ。科学業界が、人の顔まで取り上げて、顔作りをしていたんじゃないかと。で、普通に考えたら分かると思うんですけども、テレビのニュース見たら分かるでしょ。報道関係の人たちがフェイクニュースをいっぱい放送してるでしょ。例えば昨日の報道ステーションだったら、レコードがね、CD の、販売枚数を上回って売れましたっていう内容、あれ昔から何年も前からずっと放送してるんですよ。毎年。ほぼ毎年。何回も見たことあります。普通に考えたらわかるでしょ。どこに CD ショップを上回るレコード店なんかあるんですって。レコード置いてるところの店舗。見たことあります？日本人のほとんどの人は見たことないと思いますよ。多分大阪府と東京都と、兵庫県だったら三宮の近辺で、どこかでもしかしたらまだレコード置いてるかもしれない。だけども、だいぶ前から、もう僕は、二十歳ぐらいの頃からレコード置いてる店なんかまずありません。レコード、カセット、テープ、CD なんですよ。じゃあなぜテレビ出てる人がね、綺麗な顔で入れるんですかっていうことになるでしょう。法律全然守ってない。だからテレビ局に変な判例とかを与えたのはどこの裁判官なんですって。その人すぐ罷免。で、多分もうその人は現役の人じゃないか、もしくはもうこの世にいないか、だと思うんですよ。もし国会議員がそういうふうな内容を与えたんだとしたら、もうその国会議員が悪いですね。で、それは早急に、改正しなきゃならない。
まあ、とにもかくにもちょっと話ずれましたけども、ヴィッセル神戸側で、本日淡井圭介は、試合勝ちに行きます。ヴィッセル神戸に誤りの失点、5失点はなし。今まで、まあ、卑怯な方法でね、点を獲得してきたチーム、しっかりと返してくださいと、まあ、こういうふうな形になります。これはプロ野球業界にも言っています。法の下に平等、優勝回数も各チームで一定の数で揃えなかったら成り立ちません。もともとあと税金に食いつかれるだけです。さらに税金を使われてしまいます。もともと採算性があるのは一部のプロ野球球団だけです。それももともとからくりがあるんですよ。例えば、阪神タイガースだったら鉄道プラス球団で、もともと阪急ブレーブスっていう球団もあったんですけども、神戸市の兵庫県に、兵庫県の西宮市にあったんですよ。で、ブレーブスさんは、オリックスという名称に変わって、まあ途中から大阪府の、大阪ドームが、本拠地という形に変わりました。まあ、もともとは母体が、どちらかというと性質で言うと、近鉄バファローズなんですよ。で、近鉄バファローズは近鉄鉄道っていう鉄道があるんですよ。で、西武ライオンズも西武鉄道なんですよ。だ、球場に来るお客さんが基本的に鉄道電車に乗ってきてもらう。まあ、それはいいんですよ。エネルギーのことを考えたらね。みんな車なんかで移動されたら、ものすごい量のガソリンが減るでしょ。車って、スポーツカーでも1トンぐらいの重量はありますから、それも乾燥重量で。で、まあ、往復でね、まあ、平気でちょっとした距離で10リットル以上、まあ、石油を消費されるわけじゃないですか、1人当たりね。そんな、全員がもし車で3万人も来たとしたら、ね、30万リットル消費されるわけですから、それも電車で行ってもらわなきゃならない。ただし、電車で来てもらってる以上、電車としても稼げるし、まあ、球場が、まあ、たくさんお客さん来てくれたら入場料、あとは放映権料。まあ、放映権料のところに関しては、ちょっといろいろ疑問があるんですけども、もともとそういうものなんですね。で、1年間の試合数がサッカーと野球で比べたら分かると思うんですけども、全然違うんですよ。1年間の試合数は。百何十試合しますから、野球の場合は。で、サッカーの場合は、そんなに多くないでしょ。1週間に大体2回あるかどうかじゃないですか。で、サッカースタジアムも建設費高いところは高いんですよ。例えば、浦和レッズなんかは、埼玉県の浦和レッズさんは、700億円以上かかってるんです。土地代と建物代セットで、それは建設費用として物事を見るんです。それは、遊歩道のところもしっかりと広いスペースを作っておかなきゃならないですよっていう判例があるんです。あるはずです、絶対に。これは明石歩道橋の、花火大会の事件でもありましたけども、ああいうふうにたくさん人が集まった時に押し合いへし合いになって、将棋倒しになって、人間同士が絡まりますから、みんなも身動き取れなくなるんですよ。でもみんな抜いて抜いてって、痛い痛い痛いって言ってるんですけども、誰もああいうふうな事態になって助けることができない。で、そういう部分を含めてね、球場っていうのは出入り口、広い遊歩道っていうのが、作られていて、それは球団として事業を行ってきた人たちの責任でしょっていうことで球団所有にしなきゃならないんです。だけどもサッカー界に関してはそれをすると全ての球団が破綻するんです。固定資産税だけで、例えば浦和レッズさんだったら2億円ぐらいかかります。2億円ちょっとぐらいかな、大体それぐらいです。法人税は資本金、まあ800万円以上ね。まあ800万円以上ないと、まず無理ですよね。ああいうふうな仕事って。で、資産がっていう話がありますから、資産が1億円以上どうとか。球団持ったら、球団というか、スタジアムを保有したら、それ資産になるでしょ。土地代もあるから、土地も。で、法人税が 23.1% かかるでしょ。もうその時点で無理なんですよ。日本中行ったり来たり何十人で行ってるでしょ。選手、監督、コーチ含めて。宿泊費用と交通費。
もともともうどうしようもないんです。みんなの税金で、試合しましたから。それはサッカー界の事実で、はっきり言って卓球界だろうが、どこも同じなんですよ。バドミントンも、バレーボールも、バスケットボールも。で、テレビの放映権料とかに食いついてきたりしてきて、何度か知れただけで、それはそれで、全部正しい話から行くと、本当の話をすると、そういうことだったんですかっていうことになるんですよ。例えば、フジテレビの伊藤アナウンサーは自分からしっかりと、言ってくれてますけども、伊藤忠商事という商社の、親族の人なんですよ。もともと。で、テレビの CM 売り上げ、民間企業として売り上げがなかったら倒産があるから、だからっていうものがあるんですけど、もともと商社というものがあって、そこから銀行とか、証券会社が出来上がってるんですよ。証券売ってお金を集めようとしたんです。会社がね。で、1920年に大恐慌というような形で学校で習ったはずなんですけども、義務教育で。アメリカの議会でね、銀行と証券会社に嘘があるっていうことが認定されているんです。つまり、巨大な詐欺罪だったっていうことなんですよ。もう、一生刑務所から出れないと思いますよ。保釈金でいくら、要求されているのかわからないですけど。だから、そういうことを含めて、物事を私は考えているのであって、地方交付税法とかがあって、まあそれに関する法律がいろいろあって、計算式があって、各地方、自治体、つまり各都道府県ですね、お金がどれぐらい、回せるだとか、そういうふうなところがあるんですよ。なんか、まあ、ヴィッセル神戸だったら300億円ちょっとかけて、まあ300億円台、まあ、ものすごい大きな金額なんですけども、それみんなの税金で作ってるんですよ。ね。優勝しなかったらどうしようもないでしょ。優勝したとしても、本当は焼け石に水なんですけども、本当ですよ。さっき固定資産税と法人税の話したでしょ。入場料なんかまず20億円いかないんですよ。宿泊費と、その交通費とか、キャンプとかね、人件費で、どれだけお金かかってると思います?選手、監督、コーチだけを見てればいいんじゃないですよ。他にも役員さんとかがいて、ね、他のチケット販売だったら、チケットフィアとかに、ね、その、チケットの販売ルートの、その使用料をね、球団がお金払わなきゃならないんですから。それはリーグとして払ってるかもしれませんよ。J リーグとしてね。だけども、いろいろ支出はあるんですよ。他にも働いてる人たちはいっぱいいるんですから。だからその辺のところで、オリンピックなんかはもうやめた方がいいっていうことを私は言ってるんですよ。この間の東京オリンピックで、ね、みんなの税金9600億円以上使われたんですから。で、もともと、第二次世界大戦で日本が負けて、で、東京オリンピックっていうものが1960年ぐらいでしたっけ ?50 何年でしたっけ開かれたでしょ。それで日本中総合運動公園化がされたんですよ。各都道府県で。で、人口規模が多いところは C まで、総合運動公園を作っちゃったんですよ。それで何兆円も使われてるんですよ、税金。本当はそれを民間の持ち物で固定資産税払ってくれて、法人税までしっかり払ってくれてたら、どうなってたかって言ったら、プラスマイナスで言うと10兆円以上変わってます。使用されたお金という言い方でもいいと思いますよ。で、それぐらいで物事を見た方がいいんです。エネルギーの残存量問題がありますから。オリンピックなんか早く解体した方がいいっていう話になるんです。もう永遠になし。あんまり社会貢献に対して意味がないから。スタンド見たら分かります。お客さんあんまり来てない。当たり前。あんまりみんな興味ない。じゃあと視聴率があるようなところだけ。それだったら、まあみんなの税金を使ったことに対しての意味を求めたときに、ある程度ですよ。
ある程度は意味があるっていう形で、まあ、認められてもいいんじゃないかなというところなんですよ。で、プロ野球でも12球団なんだからもっと売り上げがないサッカー界はあんなに球団あったらおかしいでしょっていう話なんですよ。でこういうふうな正しいことを言ってる人間のところが勝たなきゃならないんです。優勝しなきゃならないんです。でただ僕は天皇家の方たちとお話しして、私が20歳ぐらいの頃になる人様とお話しして、芸能界は君に任せるっていうことをいただいてるんです。わかります？天皇陛下が内閣総理大臣を任命するんです。内閣総理大臣が各大臣を任命するんです。法律でそうなってます。で、ある程度チーム合併してもらって複数本拠地制度っていう形を導入してもらわなきゃなんない。であんまりその上位の球団のその観客席を見て理解するんじゃなくて、むしろ10位以下の下位の球団を見てお客さんの入り方ね、それをみんなが見て理解しなきゃなんない。あ、これは無理がありすぎるなっていうところで、こんなに税金使うべきだったのかなっていうところで、だからそこら辺は J リーグの各チームを協力してくれなきゃならない。まずは2リーグ制で12球団。それはプロ野球界がなぜ2リーグ制なのかって言ったら、セリーグとパリーグで分けたら優勝球団が2球団できるでしょ、パリーグとセリーグで。でお客さん満足度があるじゃないですか。 J リーグなんかね、一つのリーグで行ってるから、お客様の満足度イコール顧客の入場者数だとか視聴率だとか有料番組とかに影響出てくるでしょ。だから最初から無理なことしなかったらいいんですよ。無理なものは無理なんだから。だからその辺のところでヨーロッパのスタジアムを見た時に気がつかなきゃなんない。観客席見たらあんまり席数ないなっていうところ、これが世の中の実態なんですよ。だからまあ、FIFA も相当反省してもらわなきゃならないんですけども、まあ、いろんなところでね、その芸能界の、その、芸能界は君に任せるっていう言葉で、そこから先でね、スポーツ業界どうしましょうっていうことで、いろいろ相談したことありました。政府通してね。その当時の、まあ、確か内閣の方たちだったと思います。内閣っていうものは各大臣とか総理のことを含めてですよ。で、やっぱりこれ地方交付税法とかあるから、みんなね税金でスタジアムとか作ってるから、やっぱりみんな優勝順繰りが一番いいんじゃないかと。優勝回数揃えたりとかね、最下位の数とかも、それでみんな平等に楽しめたりだとか、まあ満足できたりだとか、そうじゃなかったら税金費やした意味ないじゃないですか。で、エネルギーの残存量問題があるから12球団までにしてね、数減らしてねっていうところとかも聞かせていかなきゃならないし、まあ今日はねちょっと朝からサイバー攻撃されて、まあギリギリのところでね、まだ僕は怒ってないところです。コンピューターがどう判断しようと、それはもう僕の証言によって喋ってる内容とか聞いて、ある程度ね、今日サイバー攻撃してると、されてるところの動画の撮影っていうものはしっかりとしてあって、パソコンのね。で、どういうふうな仕組みになってるかっていうところをしっかりと社区長で説明してます。で、ある程度の声で言わなかったら、叱るっていう部分は、もうペコペコしながらね、敬語使っていたら、相手が悪いことをしてるっていうことを認識できるかって言ったらできないでしょ。ある程度の口調で言うしかないんです。だからそれを怒ってる云々とかで試合の勝ち負けに導入されるのは、それは筋違いであって違法行為なんです。なぜならルール正当防衛、ルール法律でね、僕は被害者なんですから。サイバー攻撃されて、で怒らそうとしてくる、でそれでスポーツの勝ち負けで勝とうとしていた。で正直その大元は朝の時間帯でメジャーリーグの時間帯だったから、これメジャーリーグが原因なんじゃないかっていうことは、アメリカのスーパーコンピューターでしょって、今
昔スーパーコンピューター K がありましたけども、今富岳ですけども、一時期は世界ナンバーワンでしたけど、今1位はアメリカなんですよ。でアメリカのコンピューターだから何でも、物事が通用するかって言ったらそうじゃない。ルール法律で、物事を動かさなければならないっていうことで、こういう内容をしっかりと開示しなきゃならないんです。そうじゃなかったら誰にも伝わらないじゃないですか。 AI のコンピューターが勝手に動いてるから、勝手な判断で。これを世界中でまずどうにかしなきゃなんないっていうことを、世界中の政府上層部に申し上げてるんです。それは今日アップロードする、まあ、動画ホームページ IKS2020の1番を見てもらったら、理解していただけると思います。同じようなね、同じようなというか、まあ、ちょっと違うな内容で、操作性までね、コンピューターっていうものは電波で、何でもアクセスしてくるんですよ。コードとかつないでなくても。電力さえ通っていたら、最悪電波で電力まで供給してきて無理やりつなげますから、しようと思ったらできるんです、科学の力で。電波イコールそれは電気ですからね。で、電気信号によって基板に直接アクセスしてきて物事をデータ変えようとしてくるんですよ。だから良い例と悪い例はいろいろあるんですけどね。例えばテレビに、皆さんつながってるこういう風なね、入力出力コードあるじゃないですか。で、まあ、これはテレビのアンテナからのコードなんですけども、これ引っこ抜いていても、例えば僕は録画し忘れていた番組とかね、データで送ってきてくれることとかもあるんです。で、まあ、それは貴重な情報収集であって、そういったデータがもともとなかったら正しい答えにはたどり着けない部分とかもあって、でそれが政府判断なのか、人間に今言ってる政府判断っていうのは人間が、判断してそれを送ってくれてるのか、それとも AI なのかっていうところなんですよ。だからもう手に負えない社会っていうものが既に出来上がっている。でこれを世界中のね、人たちで、どうにかしなきゃならない。これが現実です。だから、スポーツのアスリートの選手も、かなりの部分でね、影響を受けて、操られている部分っていうのはあるんです。だからその辺のところは、どういうふうな仕組みになってたかっていうところは、スポーツの勝ち負けについて、正しく私が、発表します。だから、その辺が見破りっていう技みたいな形になってきますね。法律に当てはめてこれは違うでしょうっていうことになる、なりますから。だから神奈川県のチームがやたらと優勝してたでしょ。話が全然違う。神奈川県のチームはもう全部再開争いしなきゃならない。一方的にむちゃくちゃなことしてたんだから。もともと球団はプロ野球にしても各都道府県に1球団だけ。そうじゃなかったら話がややこしくなりますから。お金だけの問題じゃない。エネルギーの残存量問題もあるし、結局、スポーツしてね、税金に食らいついてきて、いくらでも金稼ぎできるのかって言ったら、そんな話、絶対許せませんから。無理ですから。どこの国も。その国の政府が認めていたら認められるかっていうと、そうじゃないんですよ。それどちらかというと国民の意見の方が尊重されるんです。そしてそれは正しい知識を持っている人間が判断するべきであって、それは今世界の最優先課題はエネルギーの残存量問題だから、だからみんな協力してもらわなきゃならないっていう話になるんですよ。だからその辺のところでシーズン始まったら、複数本拠地制度だったら南から順番に巡業をしていけばいいでしょ。でそうすればお客様、抱えるお客様の顧客の数が増えるから、ある程度の順位でも、まあ、球場にね、足運んでくれたりだとか、あと、飛び回る距離がね、ずっと西行ったり東行ったり、ずっとしてるでしょ。ずっと南から順番に季節に合わせて巡業していたら、まず観客であるお客様は、雨の日も正直ある。むちゃくちゃ寒いでしょ。だから、最初から暖かい、地域で、3月、4月とかはね、試合をして、だんだん北上するような形で。まあ、だから、関西とか関東で試合するときは、まあ、5月、6月とかにして、7、8、
まあ、9月の半ばぐらいまでは、北海道とか東北とか北信越、涼しい地方で、ナイターで試合をするとかね、そういうような工夫をしてあげると、お客様の数も確保できるでしょ。これが賢い経営であって、無理のない経営であって、あと複数本拠地制度で、球団の数絞った方が、優勝の数がね、各都道府県で回数が飛躍的に上がるんですよ。言ってる意味わかります？例えば J リーグでちょっと前は20球団あったでしょ？優勝する確率って低すぎるじゃないですか。みんな順当に、優勝回したとしても20年に1回じゃないですか。もうその時点でお客さんついてこれるかって言ったら、そこまで短縮理解できる人がいたらあんまりついてこれないんですよ。だからその辺のところで、複数本拠地制度でリーグ制で12球団。そうすれば少なくともリーグ優勝は2つあると。1年で2球団。っていうことは 6年に1回の確率にまで持っていきますよね。だからこれ、皇室の人たちと、しっかりとお話しして、その当時の大臣の人たちとかとも話しして、で、君の言ってることの方が正しいっていう返答はいっぱいいただいてるんです。いろんな方たちから。だから優勝は順繰り順繰りで、そのために僕は頑張ってるんですよ。もうほとんど常軌を逸するようなルールでね。今日も遊んでいません。少なくとも、ヴィッセル神戸の試合が終わるまで遊ぶことはないでしょう。本当はね、これもルール、法律でコンピューターが話詰めてきたときに、本当は休憩時間を入れなきゃならないでしょう。仕事としてみなしたときに。じゃあ、6時間の勤務で45分の休憩を入れなきゃならない。っていうことは、遊んではならないルールも、ルール、法律の世界でどこまで通用するべきなのかどうかっていうところで、本当はスポーツ界としてルールをまとめなきゃならない。そうじゃなかったら奴隷制度になるから。毎日遊んじゃならないでしょ？っていうことになってくるでしょ？ほとんどの時間が。っていうことは、明らかに長時間労働になるでしょ？で、奴隷制度になってくるんですよ。で、かたや仕事の絶対数っていうのは限られているのに、仕事がそんなにたくさんないのに、奴隷制度なんか導入したら余計エネルギー消費するでしょっていうことになるんですよ。しっかりと話突き詰めれば。ちょっともう あんまり話長くなってきたので、この辺で話は、終わります。とにもかくにもね、ヴィッセル神戸の皆さん、今シーズンしっかりと優勝しましょう。ただし、優勝したら、来年もう優勝はないと思っておいてください。他の球団とかまだ優勝経験したことないところが、優勝するべきだと私は考えています。今年は絶対ヴィッセル神戸です。それも譲れません。で、神奈川県のチームが2位に来ている時点で大きな不満があります。絶対違う。今まで神奈川県のチームは優勝しすぎ、もっと下の方行ってもらわないと。以上です。皆さん、ご協力、ご対応ほどよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録と、私が YouTube にアップロードしたときに、着信通知が来るようにね、皆さんできるだけしていただきたい。これ、ヴィッセル神戸だけじゃなくて、他の、球団の方たちもね、河合圭介さんがどういうふうなことを言ってるとか、今までどういうふうなことがあったかっていうことを、しっかりと、まあ、自分の仕事ですから、知っておいてもらわなきゃならない。で、まあ、その辺のところはね、まあ、身の回りの人ね、iPhone とか iPad とかで、その YouTube のね、着信設定って、設定の仕方とか違うかもしれない。画面がちょっと違ったりしますから。だからその辺のところで分からなかったりすると思いますから、自分で分からなかったら身の回りの人に聞いていただいたりとか、購入された販売店で聞いてみてください。今やね、例えば au ショップで、購入した、iPhone、スマートフォン系ですね、操作方法を例えばドコモショップに聞きに行ってもわからないんですよ。いろんな作り方してるから。今あといろんな国で作ってるっていう部分もあるんですけども、本当はそれもね、科学業界は科学業界でね、
まあ、例えば、まあ、コンピューター系だったらマイクロソフトさんとか、まあ、アップルさんとかだから、そういったところは中心になってね、あのアプリの内容とかも、もう全部同一にしてほしいんですよ。そうじゃなかったら似たようなアプリがあって操作方法とか全部違うから、これはもう消費者の方が持たないです。全然覚えなきゃならないことが増えすぎてます。ですので、まあ、その辺も、科学業界の人たちで、対応していただけたらなと思います。本当にキリのない話になってますから。まあ、昨日のニュースとかでは、まあアメリカのジョー・バイデンさんが言ってたのか、大統領の、それか国連かどちらか、ちょっと忘れたんですけども、まあ、ペイペイの話とかがちょっと出てきていましたね。まあ、当初から最初から言われてたんですけどね。ああいうふうなペイペイとか、あんなカード、ああいうふうな仕組みはいらないっていうことでね。もともとクレジットカードがあるんですから。で、デビット方式っていうものが一番無難。お金を借りるんじゃなくてね。今自分の持ってるお金で物を買うっていう形ですから。それが本当の正しい電子決済だと思います。まあ、ちょっと話長くなりましたけど、もう本当にこの辺で、やめときます。自然と、31分になりました。別にこれ狙ってたわけじゃないんですよ。これ自然とこうなります。番号が揃うときは揃います。44分、40秒とか、まあそういうふうな、現象っていうのはいっぱい見受けられましたね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。